こんにちは、萌えです。今回は色鉛筆でこんな絵を描いてみました。ということで見ていってもらえたらと思います。今回使っている画材は色鉛筆と紙とあとは鉛筆削り、消しゴム、そして、最初に下書きで鉛筆を使ったので鉛筆を使って描いてます。で、この描いている紙なんですけど、ケント紙というものです。このケント紙、表面が結構スベスベしていて、デコボコが少ないものです。で、ペラペラしたもの、薄いものではなくって、結構厚紙のように厚いものを使っています。で、今回使っている色鉛筆なんですが、今回は2種類、ブランドを使ってます。一つはファーバーカステルというブランドの色鉛筆と、もう一つはプリズマカラーというものを使ってます。2つとも油彩の色鉛筆です。で、それぞれちょっと赤は赤でもちょっとだけ色が違ったりとかするので、それを混ぜながら使っています。で、今回描いているものなんですが、最初にちょっと完成の絵を見てもらったんでわかると思うんですが、ナイキのジョーダンシカゴカラーを描いています。で、今回のこの色鉛筆の絵なんですけど、今回第3弾ということで、第1回目は二重のまこちゃんを描きました。人物画を描きました。そして第2回目は、ダイヤモンドを描きました。で、ダイヤモンド描いた時に結構ちょっとブルー系の色だったので、今回赤系でちょうどいいかなと思いました。で、今回赤なんですが、これ、今使っているやつ、これ鉛筆削り、これ使ってます。これはですね、ファーバーカステルの鉛筆削りなんですけど、細い鉛筆と太い鉛筆両方使えるやつです。2つ穴の大きさが2つあるやつです。で、持ち運びにもすごい便利なので、いろんなとこに持って行って描けるっていう感じです。使えるっていうやつです。ちょっと夢中になりすぎてカメラを忘れて、私の頭が入り込んでるのですいません。このね、薄いところもグレーとか薄いグレーとかも使いながら描いてるんですけど、今持ってるの黒なんですけど、これも薄く描いていきます。で、それをどんどん薄く描いてるのをどんどん濃くしていってるって感じです。一番最初にまこちゃんを描いた時に結構力強めに色をのせてたんですけど、こう薄い色をどんどんのせていく方が綺麗にのることに気づいたので、かなり薄く力を抜いている感じでのせてます。なので時間はその分かかります。普通の早送りじゃないスピードで見るとこんな感じです。で、細かいところとかはしっかり鉛筆削りでちゃんと削って先尖らせて細かいところを描いてます。そうしないとちょっと丸まってると描きたくない部分に色ついちゃったりするので、しっかりと削ってやってます。こんな感じで、これ真っ黒の色鉛筆なんですけど、重ねていきます。これは今グレーを塗ってますね。で、さらに明るいグレー塗ってます。で、ここからどんどん濃くしていくっていう感じです。で、さっき色鉛筆油彩って言ったんですけど、水性用の水彩の色鉛筆もあります。水彩の色鉛筆っていうのは、書き心地とかそんなのはあまり変わらないんですが、水彩っていうのになると水を含ませて、描くと普通の水彩絵の具のようになります。なので、こうやって、色をのせてから水を含ませた筆でさささって上から塗るというか描くと、そのまま絵の具のようにこの色が溶けて水彩絵の具みたいに描けます。
なのでそういう描き方もできるのが水彩の色鉛筆なんですけど、これはそういう風には使わなくって、まあ、普通にこうやって使うとか、あとは油なので油絵の具を使う時に使うようなオイルだったら溶けます。なので、まあ、そうやってちょっと希釈剤じゃないですけど溶けるものをオイルを混ぜて、使うこともできるってやつです。なので色鉛筆によってもいろんな種類があるので、自分がどういうあの絵を描きたいかによって種類いろいろ選んで使ってもらえたらなと思います。で、私が今回使っているのはファーバーカステルとプリズマカラーって言ったんですけど、両方こう同時に使ってみて思ったのが、プリズマカラーの方が芯が柔らかいかなと思いました。どっちもすごい発色がよくって、まあ、使い勝手というか使い心地はどちらもすごく良かったんですけど、芯が柔らかい方がプリズマカラーで、ファーバーカステルはもっとこう鋭い感じでした。ちょっと固めかなと思いました。ただすごく発色がいいので細かいところを、描くのにはファーバーカステルすごい合ってるなと思いました。こんな感じでかなり早送りしてるんですけど、実際はすごく薄い色を重ねてるのでかなり時間がかかってます。で、一番最初に下書きをしたのは、それも私はファーバーカステルの鉛筆を使って書いてます。で、私が使っているものもネットで買えるので、それもちょっとどういうのを使っているかっていうのを載せておくので、気になる人はそれを見てもらえたらと思います。で、このシカゴブルーズの赤なんですけど、この赤も結構私が持っている赤の種類でも5種類ぐらいあるんですけど、それをもういっぱい混ぜました。5種類じゃないな、紫とかも混ぜてるので10種類近くを混ぜながら描いてます。もちろん全く同じ色、描きたいものの色と全く同じ色の色鉛筆を持っていればそれで一つで大丈夫かもしれないんですけど、もちろん影とか光とかそういう部分もあると思うので、そういうところは絶対混ぜて描かないといけないし、若干の違い、なんか結構いろいろちょっとだけ違う赤っていうのを混ぜて描く方が深みが出るかなと思います。で、絵の具のようにこう自分で色を作って描くことができないので、薄くのせてのせて紙の上でどんどん混ぜていくみたいな感じです。なのでそれがなんか私もまだまだなんですけど結構難しいなと思いました。自分の出したい色をその場で作らないといけないので結構難しいなと思いながら描いてます。で、細かいところで言うとこんな感じで描いてます。この、縫い目の部分ですね、この辺も芯を尖らせて描いてます。で、この、尖らせるとかなりこう細かいところ描けるんですけど、色が結構濃くなりがちなので力加減が結構大切です。濃く描きたいところはもちろんいいんですけど、薄く描きたいときは尖れば尖るほど跡が残りがちなので、薄く描きたいときは本当に力を抜いて力加減をしっかり、自分で分かりながら描いた方がいいです。で、最後にこの下に影を足してます。グレーとか黒を混ぜて下の影を足して、こんな感じで出来上がりました。ちょっと古い感じのジョーダンシカゴカラーを描いてみました。いかがだったでしょうか。色鉛筆の描き方は私もまだまだ勉強中ですが、もしこの動画いいと思ったらいいねボタン押してくれたら嬉しいです。
チャンネル登録もしてもらえたらすごくモチベーションが上がるので、ぜひよろしくお願いします。ということで、また次の動画で。バイバイ。